セントルイス・ランバート国際空港、旧称ランバート・セントルイス国際空港は、アメリカ合衆国のミズーリ州セントルイスにある、軍民共用の国際空港である。もともとは、気球の発着場として使われており、1920年に、飛行家、実業家のアルバート・ B ・ランバートにより飛行場としての設備が整えられた。第二次世界大戦前後には、カーチス・ライト社とマクドネル社社の製造工場が設けられ、現在も櫂 -15 や櫂 A-18 などの戦闘機の製造が行われている。1971年11月にランバート・セントルイス国際空港に改称された。その後はトランスワールド航空のハブ空港として機能し、全米のみならず南アメリカやカリブ海諸国、ヨーロッパ各地への国際線も就航し、同社が2001年にアメリカン航空に買収された後も同じく、ハブ空港の一つとして機能している。2003年度には2000万人以上の人々が空港を利用し、アメリカン航空の商店空港として機能してきた。しかし、アメリカン航空は2003年から2009年にかけて、徐々にランバート・セントルイス国際空港からの就航路線を、縮小しており、2010年夏には商店空港としてのサービスは終了する。2012年5月の段階でかなりの発着便の増加があり、特にサウスウェスト航空は向こう数年内に就航地を拡大させる意向を示している。また、空港当局ではデルタ航空、アメリカン航空との間でロンドン便復活へ向けた交渉を行っている。現在セントルイスはヨーロッパ直行便を持たない都市の中では最も人口が多い。被災後一時的に板で目張りされた窓2011年にセントルイスを襲った竜巻で当空港も被災した。2011年4月22日午後8時10分頃、EF4 級の竜巻が第一ターミナルを直撃し、ボーディングブリッジが壊れたほか、窓も半分以上が割れてしまった。航空機では、荷物運搬用のコンベアが飛ばされて、サウスウェスト便に衝突したほか、アメリカン航空も4機が被害を受けた。うち1機は着陸後ゲートに向けて走行中に80マイル毎時の欧風に煽られた。また、強風のためまだ乗客が乗ったままボーディングブリッジから離れてしまった飛行機もあった。連邦航空局は8時54分に空港を閉鎖し、翌日発着数を 70% に制限の上一時的に再開した。被害を受けたシーコンコースは2012年4月2日に補修、改装を終えた。工事期間中、エアトラン航空。2016年10月14日にセントルイス市議会は名称変更を承認し、10月25日にはセントルイス市長のフランシス・スレイが空港名をセントルイス・ランバート国際空港へ変更する法案に署名した。連邦航空局の承認を得て、2017年2月14日に新空港名が発表され、ウェブサイトも一新された。竜巻の被害を受ける前の第一ターミナル、見取り図空港には2つのターミナル、5つのコンコースがある。国際便は第一ターミナルに発着する。当該ターミナル1階に税関がある。各ターミナル間には無料のシャトル便が走るほか、メトロリンクの電車を利用することもできる。徒歩で行き来することも可能だが、2008年に D コンコースが閉鎖されたため、現在は通り抜けができない。C コンコースの搭乗口コンコース A、編集、コンコース B、編集、コンコース C、編集、コンコース D、編集臨時用。オーザーク航空、後に、TWA が使用していたが、TWA 撤退後、2008年に経費削減のため閉鎖された。前述の竜巻で、C コンコースが使用できなくなった際に利用されたが、同コンコース再開後は再び閉鎖されている。コンコース E、編集メトロリンクのレッドラインが第1ターミナルから第2ターミナルを経由して、市内中心部へと接続している。メトロバスが空港内のバスターミナルに乗り入れている。州間高速道路70号線が空港のすぐ前を走っているほか、70号線は空港のすぐそばで州間高速道路170号線及び270号線と接続している。ありがとうございます。